お疲れ様です。今日はですねこちらの新チャレンジスーパーアイスグルメチャレンジをねやっていこうと思います。またこれもねチャレンジ限定のえぐいカードがありますよっていうやつですね。はい、アイゴレの上位互換のスーパーアイスゴーレム、はい、まあ処理されたら、相手陣地のタワーですね、そして相手のユニット全てが凍るよっちゅうえげちいカードなんですけど、まあやっていきましょうか。でクリアするとまあ何とも言えないんですけど、はい、氷がね壊れるスタンプがもらえますんで、ぜひぜひやってみてください。まあやっていきましょうか。でこのボーラーバルーンのスーパーアイスゴーレム型がねもう圧倒的勝率1位です。はい、ねこのチャレンジが始まって、まあ、2日はもった1日か、はい、もう経ってるんですけども、まあ、その現時点で、一番強いのがこれですね。はい、なので皆さんこれを使ってください。まああとなんかいたのはなんだろうな、 2.6 ホグのそのホグのアイゴレがねスーパーアイゴレになってたとか、まあ、なんかいろいろあったんですけども、なんかもう本当にボーラー出してというかこのアイスゴーレムの後ろによいしょいっぱいユニットいるだけで強いです。はい、もうただそれだけです。であとこのアイゴレなんで一応ノックバックするんですよね。さあスーパーアイゴレでかいんですけどもノックバックするんで、まあ、結構ボーラーがね対メタカードにはなると。よいしょ、あこれなんか残ってほしいなーって思いがあるんですけど、さあ残る復活したの熱いでさ処理されるととか処理すると、まあ、こんな感じでね全部凍りますけど、弱点があってキングもね起動しちゃいます。はい、相手のタワープリンスタワーもキングタワーも全部ダメージ受けるんで、まあ、弱点はマジそれですね。キングもあれなんかやってるやついるっすね。さあ芝取るね、おいしい。はい、まあ、みたいな感じで今緊急がされるんですけど、自分のねアイスゴルフが処理されると、まあなんかそんな気にしないよねって感じかな。はい、全然痛くないですね。枯渇使っててキング起動されるぐらいの感覚とか、それよりも痛くないか。ロイジェイ使ってて LSP でキング起動されちゃったよぐらいの、はい、感じかなと思います。でまあアイゴルマジで出し毒っちゃ出し毒か。まあでもこのデッキはね、もう対スーパーアイゴレデッキみたいな。まあメタデッキなので、まあ、アイゴレに対してこうユニットなんかいっぱい合わせとけば、もう有利取れます。はい。で、これにカウンターで端前アイスゴーレムつけて、余裕があればバルーンつけるぐらいで、全然バルーンなくても勝てそうっていう感じですね。はい。さあ、これライドル頑張ってくれそうなんで。よいしょ。これなんか行きたいっすよね。よいしょ、はい、でアイゴレつけてもうバルーンまで行っちゃってね。でこれトルネもよいしょ引っ張って、よいしょ、んーなんかよくわからんことになってるが、なんとかなるんです、なんとかなってほしいんですが、さあ相手のフィールドが全て固まるんでこんな感じで謎に不発。よいしょ、さあこれもあと167なんで、はい、あとはなんかこのアイゴレの多分落下じゃねえ、やられた時のダメージとかでも勝てると思うんですけど、一旦ちゃんと攻めておくか。さあアイゴレのダメージと多分トルネであのガゴ一人できるんですよ。82、謎に長引いてる。まあまあそんな感じっすね。なんか本当にボーラー、ランバー、フェニーライドラにスーパーアイゴレつけとけばなんとかなりますね。てかこれもうアイゴレバルーンするだけで終わりっすね、正直。よいしょ、さあよいしょ、ゴリ押し、まあ最後になったらいっちゃっていいですねみたいな、まあ、そういった感じでございますよと。さあまあ基本ねアイゴレスーパーアイゴレに対してユニット合わせてユニット残るので、もうそこにアイゴレつけるだけですね。さあよろしくお願いいたします。まあなんかそんな特別このカード強いかって言われると、まあ強いのか、まあ強いだろうけど、なんか今までのスーパーラバーハンドみたいなあれがなんかイメージ強すぎて、印象強すぎて、そこまでではない気もしてるけどね。よいしょ、守れるっすからねこれで結局。
これで守れないのがあのチャレンジ限定だったんで今まで。よいしょ。はい。残ってほしいいっぱい。あ、うん、フリーズだるい。ちょっと待って。あ、これ厄介ですね。もうすべて凍るんで、そのどの位置にいてもなんかフリーズが落ちたみたいな演出になるんですけど。やばい、だるい。ボラでよかった絶対。その近くにいなくても凍るんですよね結局。よいしょ。もう俺の陣地にようが相手の陣地にようが自分のエゴレがやられたら相手のユニットは全部固まるし、もう場所問わずですね。なんで、まあ、エゴレプラスのバルーンは異常なほど強いです。はい、でさスパーキーとかにもこう空出して、まあ、これ犠牲にしてもいいけどね。空出して、はい、もうここで出していっちゃおうぜ。あんま考えなくていいでよ。はいはい、もう HP 異常なんでね。でもなんでバルーンに行ってんのっていう、このこれ大失態。ノンゲンのスタンプ使い勝手よ。さあでここで禁忌されるのが痛い。でこれもう俺のライドラね、あんなフリーズの輪にかかってないんですけどフリーズします。多分ねこれバグなんじゃねえかなとも思ってるんですよね。だって落ちてる意味が分かんないです。演出、謎の演出な感じ。よいしょ。さあとりあえずまあ全ユニットが凍ります。はい、もう言っていいですね。アイゴレやれた時にもうすべて凍るんで。よいしょ。それでかき集めたい。お、ボーラーとライドとこれしかもフリーズしてるんで、なんかええ感じに、なんかええ感じに。ライドロいけいけ。いや俺のユニットが固まる。いろいろなんか崩れるっすね。まあでも帰ってくれ。さあアイグライゴレでナンバーマジ一回もしてないマジアイコルバルーンしてるだけなんだけど、これでいいな。はい、これで勝って、まあ、止まんないっすよ多分。じゃあなんかトルネで固めてあげて、アイコルフリーズでさ相手の陣地が全て固まる。いやこれがガチですよ。えぐいっすよ。フリーズ4コスの呪文を打たなくていいっていう、アイコルでね凍らしてくれる、まあ便利なカードですよ。さあ参照。なんか地味にね時間かかるチャレンジではある。よいしょ。さあ来ました。もう合わせダグネス、もう勝ったって言ってもいいぐらい。アイゴルアーチャー珍しいな。もうバルーン行きたいけど、あ待ってばいいか。ボーラーが強い。ホグ結構いますね。ホグとかバルーンとかマジ禁忌して、やばい待って、えぐいカウンターが来ようとしてんだけど、あれこれが重くてなんか相手も困ってる。これ行く、一旦凍るんで急コスにたまっ、ああおいしいおいしいおいしい。さあボーラーの活躍の出番。いやなんかあいつは重い、重くてなんか角度が、角度が悪い、ガチで悪い。どうしよう、しかも凍るでしょ。ボーラーアーチャーにやられてんだけど、なんかねキャッチ行きたいんですけど、行ってもいい、行ってもいいけど行かない。いや行ってもいい、絶対行ってもいい。まあでもいいや、なんか一発で決めたい感もあるんですよね。多分飛ばすだけ強いんだけど、な粘るとね、変に粘るとね謎にピンチになるよ。ちゃっちゃ攻めるか、負けそうだな。序盤なんかあんなスーパーアイゴレにボーラー合わせれて、もう絶対勝ちやんみたいなだったのによ。なんか逆に逃げます。はい、思ったより
スーパーアイゴルがでかすぎて、なんかボーラーの石ころがね、綺麗に決まらん。あ、これなんかめっちゃ良さそうやね。どうせ固まるし。フリーズで。まだ取れるとこしたけど。な、え、めっちゃいい。もしかして。思った以上にいいプレイした。なんかが噛み合った。トルネリー、ランバーの、あれだ。天才だ、今の。ちょっと待って、初めて来た。ランバーの落下のレイジのダメージかつトルネでギアーチャー処理した。それめっちゃ強いやん。いや、そのアイゴルホグもめっちゃ強いやん。あ、これだってもうトルネとあのアイゴルのダメージみたいな。おいえ、結局最後はねもうゴリ押しです。いいね、ランバーバルーン。なんか久しぶり、なんかランバーバルーンね、ランバーのレイジがちっちゃくなったことによって下放されたって言われたりだとかで強くなったっていう人もいるんですけど、まあそんな多くはないというか、結構良くない評判の方が多かったので、久々にやってるランバーバルーン、もうテンプレートして消えかけてる。スーパーアイコレがね、通常モードに戻ってくれば輝けそうですけど、もうそんなことはなさそう。元気します。後ろだけ来ないで、来たらアイゴレでできませんでした。やばい。いや、これがねガチで強いんだよな。これだけでポッキリいかれそう。あ、やばい、フェニー、うちのフェニー、あ、マジやばい。しかもコール、うわ、えぐい。やり返す。おフェニー、なんであっち行ってんの。行ってこい、行ってこい、ガチ行ってこい。あー、これ追加してもいい気がすんな。ポストねえぞ絶対。いけ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 、ガチでいけ。ランバー、あちこに行ってしかった。さあコール、マジこれやばいな。あ、普通に強えわ。誰だ最初に。微妙かなみたいな。そこまで強くないっすねとか言って。ゴリ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 強い。いやー、もっと入ってほしいな。さあボーラも稼いでいく。300あるんだな、この石ころも。よしよし、さあ1100なので、あともうバルーン一発ぐらい落とせばいい。絶対これいきます。アイゴレバルーンみたいな。ライドラとここっすね。これはね、もう相手のライドラを芝生用の。いやー、待って、重いよ、耐えてくれ。よし、アイゴレがね HP 高い分バルーンから死んでくれる。準備は整いました。はい、もうこれバルーンで真ん中にアイゴレポーンで、いや、こっちでいくか。これだって止めれないっすよね、固まるんだし。まああれか、フリーズぐらいか、トルネか、トルネ防衛ぐらい。トルネもない。あ、オッケー、危ねえ、バカで。さあ前これバルーンしとけば折れますね。なんかこんな簡単なって言うとあれだけど、なんか壊れなカードに慣れちゃうとね。最近またフェニックスとかそんなのバックだったから、なんかこういうデッキしか使えなくなっちゃうっすよね。もうスケルトンとかもう迫撃で高回転とか、ホグクエイクでちまちま頑張りますっていう、あの感覚がもう最近どんどん俺の手から離れようとしてる。一回ちょっと高回転縛りやんなきゃな。さあ一旦固まる。あ、固まってるからゴブリンで削ろうってやつ、さすがに。さあもうこれつけてトルネでなんかまとめるだけっすね。これで勝てるっすから。さあ相手のユニットがどこにいようと全てを固めるのがこのスーパーアイスゴールも。あら、ポイズンやだね。はい、起き上がれ。お、これ俺のレイジフェリー。いやー、フェニックスももう一段階下方しても
まあしなくてもいいぐらいか。さあとまあもう本当にボーラーがねこのチャレンジの鍵ですかね。でもこれだともうさすがに置くだけ。うい、まあボーラーがいなかったらねこれもまたいい攻めになれるかもしれないですけど。さあこれでユニットさらに貯めてくれる利的行為。もうバルーンでもいいんですけどちょっともうキングを行きたいので僕は足前アイゴロフグしよう。6コスじゃねえか8コスだから降りました。うい、さあという感じのチャレンジでございました。まあ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 って感じですね。定期なんか2ヶ月に1回ぐらいねこんなチャレンジがいきますけども、まあ、皆さんもぜひねこちらのスタンプゲットしてみてください。ではおおつかちゃんです。